戦場のお掃除を始めさせて。さっきの実験室で、あの犬頭をかぶった奴が計画を漏らした。ワクチンを改造して、人体の精魂を活性化させ、詳しい時間と場所はわからないの。場所は把握しました。キアナさんは元気なようで安心しました。彼女を捕まえるというなら。メイさん落ち着いてください。先ほどキアナさんがおっしゃったヨルムンガンドが崩壊災害を引き起こす計画、その後半部分は大方察し、崩壊エネルギーの使用が厳しく管理されているこの都市では、本来なら大型崩壊を引き、しかし検査を受け合法的に都市に入った、特に崩壊エネルギーを駆動システムに、つまりエオス号から崩壊エネルギーエンジンを外し、利用し保護ケースを外し、エンジンを、その後はいくら調査しても天命は言い逃れできないでしょう。これ以上、ええ、しかし相手もこのままは、あいつさっき倒したのに。キアナさん、災害を止めることは逃げることよりも重要なことだと。私がお相手します。爆弾の解除はよろしくお。分かった。あの時これで借りを返します。するのが遅さ。デュランダル様に捕まっても知りませんよ。疲れを取るなら休憩。